こんばんは、パーソナリティの小林美幸です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。はい、今日は国際交流ということで、はい、ゲストもお迎えをしてますけれども、海外からグローバルになりましたね、この番組は。あ、本当です ね。今日じゃあ何語で喋られるんですか？ブルガリア語になれそうですね。あ、そうですか、ね、大丈夫ですか？ダメです。あれ、どういうことでしょう？習うといいですよね。あ、そうですね。こんにちはとかさよならぐらいは。あ、それぐらいはね。あ、ありがとう。あ、いいですね。ありがとう、いいかもしれないですね。ね、バラ祭りの時に必ずブルガリアの方、ね、来ていただいてますから、そういう時に皆さんも使えるかもしれません。そうですね。はい。出会いはですね、実は先日、その福山市立大学でその留学生のスピーチコンテストがあったんで、その時にですね、実はお会いをして、ぜひ出ていただきたいということで今日は来ていただいてるんですけども。この国際交流というのはですね、もちろん今までも大事だったんですが、これからもすごく大事になるなというふうに考えていてですね、はい、日本の人口が、減少していくという中で、もちろん出生率を上げていかなきゃいけないんですが、やっぱり日本が好きだ、日本に興味がある、できれば日本で働きたい、こういう人にはぜひ来ていただいて力を貸していただくっていうのが大切だと思うんですね。でその時にやっぱり本当にお互いの文化を分かり合っているかっていうのはすごく重要になってきて、それは受け入れる側、日本側も重要ですし、来る側も日本人ってこういう人たちだよね、そこが好きだよねって思って来ていただかないとやっぱりトラブルが起こっていく。でこれをやっぱり最初の方にやっていくっていうのはすごく重要で、要は高校生とか大学生とかこういう時に留学したり留学してきたり、こういうところで交流が進んでいくと、そういう将来も見えてきますし、別の国々にいてもですね、お互いの国のことが分かってるっていうのが一番やっぱり世界平和にとっては最も重要なんですよ、外交においてもですね。そうですね、なんか習慣文習の違いとかっていろいろありますものね、はい、そうなんですよね。さっき言われたのがですから逆バージョンも言えるっていうことですよね。そうです、そうです。お迎えする私たちも、はい、お迎えする方のその国のことをよく知っておく必要があるし、はい、またこう海外へお邪魔するときには、はい、その国のことをよく知っておくっていうことがあるんですよね。そうですね。一つ心配なのは、日本って奥ゆかしいじゃないですか、ええ、あまりこうアピールはしていないような気がするんですけど、そんなことはないんですか？そうですね、やっぱりそこは弱いんですよね。だからその奥ゆかしさっていうのは大事にしなきゃいけない、謙虚さ。でもやっぱり PR すること、主張することっていうのはやっぱりやらなきゃいけないよね。ここは日本としてこれからどんどん積極的にやらなきゃいけないところだと思いますので、はい、NHK の国際放送もしっかりですけれども、はい、我々、政治家もそうですけれども、はい、日本の若い人たちもですね、全員でそういうところはいいところは学ぶと、でも残さなきゃいけないところは残さなきゃいけないと思っています。はい、全国各地で、はい、その区域ごとにですね、こういうふうな交流っていうのを取り込むっていうのはいいですよ ね。 そうですね。そのためにもその英語の授業っていうのがね、はい、必須化されるということもありますけれども、はい、そうですね。オリンピックが2020年に決まったというのもあって前倒してですね、はい、英語授業をどんどんしっかりやっていこうというのがあるんですが、はい、今の普通の英語授業だとやっぱり喋れるようにならないので、ですよね、授業のやり方っていうものも、はい、もう一回改めないといけないんだろうというふうに我々考えています。テストでいい点を取るとか単位を取るための英語ではなくって、な、はい、とにかくコミュニケーションができるように話せるようにならないといけないです、ね、そうなんですよね。目的をしっかり持たなきゃいけないので、テストのためじゃなくて、はい、相手の気持ちを理解するため、そのための英語授業っていうのを作りたいですね。はい、じゃあ文部科学省の方にもお願いしたいと思います、はい、頑張ります。はい、あなたは国際交流についてどんな風に考えていらっしゃるでしょうか。この番組へのメッセージお待ちしています。メールアドレスは devan@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 0849208765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。この番組は講和物産金素22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は外国人留学生を支援する会会長小川久志さんと、第22回外国人留学生による日本語スピーチコンテスト最優秀賞を受賞されましたアンゲロバ・エルカ・アントノバさんをお迎えしています。小川さん、アントノバさん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。小川さん、はい、そしてアントノバさん、エリーさんでいいですね。はい、はい、エリーさん、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お二人に会ったのは
この外国人留学生を支援する会で、まあ、行われた、はい、スピーチコンテストでお会いをしまして、はい、ご無事を言ってちょっとお越しいただきました、はい、ありがとうございます。今日はあのお二人にいろいろとお伺いをしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、ね、お願いします、はい。まずはちょっと小川さんにですね、はい、この外国人留学生を支援する会、これどんな会なのかというのをちょっと教えていただきたいんですけど、この会はですね、今からおよそ25年前、はい、ちょうどこのビルのオム会の福山 YMCA にですね、はい、初めて中国から女性の留学生が見えます、はい。まあ、我々は、どうしてこういう地方にというね、気持ちがあったわけですが、と同時に当時まだそういう留学生を受け入れる体制は全くなかったわけです、はい。で、YMCA のいわゆる当時はまだ専門学校、全日制の日本人の学生の中に留学生入っていただいて、まあ、勉強されたわけですが、はい、私もあの講師でクラスを持ってたんですが、やはりなかなか授業にねついていくのは難しいし、で同時に、クラスということもそういうハードもソフトもこの地方にはなかったわけですから、はい、普段の生活ですね。そうなんです、そうなんですね。ですから当時の YMCA の職員講師、たちの有志で集まって、まずはですね、みんな家に余っていた、ホームごたつとか机とか自転車とかテレビだとか鍋釜布団を持ち寄って、はい、そういう、まあ、有志の形で始まって、で一人で始まったわけですが、現在これが、はい、25年の中で600人を超えるですね、はい、留学生が今現在この福山周辺で、はい、勉強してらっしゃるわけです。で、まあ、活動としてはですね、まあ、年に大きなイベントを2つ持ってまして、はい、1つがこの前のようなスピーチコンテスト、はい、もう1つは秋に、インターナショナルオータムフェスティバルということで運動会をね、市民との交流運動会をやっています、はい、と同時に現在も600人の留学生がいるということは600のやっぱり悩みがあるわけですよね、はい、だからそういう日常の中で今後のまあ進学だったり就職だったり、まあ、アルバイトだったり、まあ、もろもろのねそういう生活をサポートしていこうという形でやってまいりました。現在600人の留学生が福山にお住まいだということなんですが、はい、これまでの延べだと何カ国でどれぐらいの、ですね、なかなかデータとして、難しいんですが、おそらく20カ国ぐらいの留学生で、はい、2000人ぐらいかなという気がします。あの関わってきた留学生たちがね、その中には今も残っていらっしゃる方もいらっしゃる。そうですね、まあ、最近の傾向として、まあ、地元の大学へまた日本語学校から進学をして、はい、で日本の大学でこの地元の大学で学んで地元の企業へ就職する人が随分増えてきました。あ、そうですか。で、また結婚してここに住むということで、はい、付き合いが大変こうスパンが、ね、長くなってきました ね、 ね、で国数も非常に増えてまいりました、はい、やっぱ最初は中国とか、まあ、中国、そして現在多いのはベトナムの方、それから最近はネパールからも毎年見えてますしね、はい、アフリカもいらっしゃるし、まあ、韓国の方、大体十数カ国はいらっしゃると。ブルガリアもね、はいはい、そうですね、今日はエリさんブルガリアですから、はい、すごいですよ本当に。あのスピーチ、もしくは他の挨拶も伺いましたけど、はい、本当に上手ですね。いやね、こう、まあ、年々毎年非常にこう我々も新たな気持ちになるわけですが、毎年ね、今まで最高だったというふうに思います、はい、ぐらい年々皆さんのレベル向上したと同時にね、皆さんよく日本のことを学んでらっしゃるし、でなぜ目的意識が非常にはっきりしてるんで、はい、明確なものを持ってらっしゃるんで、まあ、その意識もあって非常にそう異文化を取り入れるのもね、理解取り入れるのも早いかなという気がしてますね。やっぱりその、はい、目的があるからモチベーションとか出てくるんですね。そうなんですね、はい、なんで早速あのエリーさんの言葉を聞かないと、まあ、皆さんもわからないと思います、はい、聞いていただきたいんですが、その活動の一環で2日に開催された3月2日ですね、外国人留学生によるスピーチコンテストで最優秀賞に輝いたのがブルガリアから来ていただいているエリーさんなんですけど、どうですか、名前が呼ばれた瞬間っていうのはどういう気持ちでした？そうですね、私本当にあの感動しました。でもちろんスピーチコンテストの前は本当に緊張して、はい、で
まあ、人前で発表するなんてみんな心配しましたけど、あの人の前でて、あの言いたかったことはみんなに伝えられ本当に満足でした。あの周りからは、特に小川さんからはなんかすごい自信満々だったんじゃないかなっていう感じいや落ち着いてましたよね、初めから着物でね、そうなんですよ、当日は着物を素敵なんですね、ピンクの着物を着てこられてましたけど、 あれは何か思いがあったんですか。そうですね、私日本の着物が大好きなので、いつも友達に頼んで、まあ、私の友達に、まあ、特別なイベントがあった時着物を着せていただいて本当に嬉しいです。でこのスピーチコンテストで、まあ、もし着物で出たら本当に嬉しいと言って、で友達喜んでくれて、はい、私に着物を着せてくれました。なんかすごい、あのその後の交流会でも話をしたら、日本のことが好きだ、日本の文化が好きだっていうふうに言ってもらってたんで、すごい嬉しかったんですけど、そもそもブルガリアでですね、日本にこう興味を持つきっかけっていうのは何だったんですか。そうですね、私ブルガリアにいた時から日本文化に興味があって、まあ、ブルガリアでも日本の寿司の文化とか、あの空手、軌道などの技術も本当によく知られていますので、でも本当に日本に来て日本文化を体験して、また日本語が日本語を話す自信をつけて上手になりたいと思ったので、日本で留学してよかったと思います。嬉しいですね、うん、今は福山大学の大学生として勉強されてるんでしょう、はい、と聞いてますけども、これは何について勉強してるんですか。今はあの福山大学で人間文化学科勉強してますね、はい、でいろいろな授業を受けて、日本文化の授業とか日本の芸能の授業も受けますし、でもちろん日本語の授業も受けて、今は日本語一級試験について、まあ、勉強しているので頑張ります。どうですか福山での生活って。とても楽しいです。日本に来たから早く福山の生活に慣れてきて、まあ、たくさん友達できて、まあ、いつも、まあ、知らない人にも先生にも友達にもお世話になって、本当に嬉しいですね。そういうのはすごい日本の友達もたくさんできてるっていうことでしたけど、聞いてみたいのは、日本の人とブルガリアの仲間となんかこう違うところってありますか。違うところ、まあ違うところがある、まあ、もちろん違う文化だから、はい、違うところもあるけど、私日本に来てなんかびっくりしたものと初めて体験したもの、まあ、いっぱいあって、はい、だから、まあ、このスピーチコンテストでこのような自分の気持ちを皆さんに伝えたかったので、まあ、このようなスピーチ、はい、まあ、私の気持ちを皆さんに、はい、言いたかったと思って、まあ、このスピーチコンテストに参加しました。そこに思いを込めたんですね、うん、はい、気になりますね、その概要をね、はい、早く伺いたいんですが、このあたりでちょっとあのエリさんには懐かしい曲、ブルガリアの音楽をお届けしたいと思います。小川さんがリクエストしてくださったんです、はい、ブルガリア女性歌集団で日が沈むというこの曲をですね、はい、懐かしく聴いてみてください。ほんの少しだけ小川さん、ちょっと解説してください、はいはい、これどういうふうに有名なんでしょう。あ、はいはい、まあ、ブルガリアの特に女性コーラスはいわゆる、ね、コーラス界では、まあ、得意な存在なんですね。いわゆるポリフォニー、多声音楽、一つの旋律だけではなくていろんな旋律が、同時にですね、別個の旋律なんだけどまた和声になるというね。でまた、なんていうんですか、不協和音がまた非常に美しいという、とてもユニークな音楽だけどなかなか真似できないです。これは
今夜は外国人留学生を支援する会会長小川久志さんと第22回外国人留学生による日本語スピーチコンテスト最優秀賞を受賞されましたアンゲロバ・エルカ・アントノバさんをお迎えしています。はい、後半も小川さん、エリさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速気になるちょっとスピーチコンテストの内容を教えていただきたいんですけど、どんなことについて話したんですか？そうですね、スピーチのタイトルは住みやすい日本というタイトルで、私はスピーチの内容は、日本に来て初めて体験したものでびっくりしたこととか、日本に来てから初めて、お寿司屋さんに、お寿司屋さんに友達に連れて行って、初めてびっくりしたことは、ブルガリアで回転寿司がないから、私まず、本当にびっくりした回転寿司を見て、こんなに鮮やかな寿司の皿を見て、で、あとは、タッチパネルでも注文するできてもことできて楽しかったです。で、その後、注文した寿司は新幹線に乗ってくるのこと本当に、びっくりしました。シューッて走ってくるね。そうですね、私の席に泊まった時、本当に大興奮でした。で、もちろん、スピーチの前は、このびっくりしたこととか初めて体験したことだけではなくて、私の福山での生活とか、私福山に来て本当に早く、福山の生活に慣れてきて、なぜかというと福山は本当に山に囲まれて小さくて綺麗で静かな街と思いますので、で、自然、日本の自然は早く、とても気に入っていますし、で、スピーチの内容は、食べ物だけではなく、日本の自然だけではなく、日本人の皆さんにありがとうという言葉を言いたかったので、なぜかというと私外国人なのに福山に来て皆さん、大学の先生も友達も言うまでもなく、見知らぬ人でも皆さん私に、早くこの土地に慣れさせ、癒してくれ、楽しませてくれたので本当にありがとうございますという気持ち皆さんに伝えていただいたんですね。でね、新幹線で出てくるお寿司の興奮の後ですぐ母国へお母さんに電話したらしいですよ。あ、そうなんですね。日本の寿司は新幹線乗ってるお母さんも驚いたでしょうね。驚きました、本当に。ブルガリアで皆さん日本の寿司行ってみたいということでいいですね、それも一つ日本の名物かもしれないでもスピーチの最後でもう一回日本に来たいと言ってくださいました。もしブルガリアの大学で卒業してから、また日本に来て先生になりたいというのは私の夢ですね。親切な人が多く住みやすい日本で先生になりたいと思います。嬉しいですね、そうやって言ってもらえる。で、今年の、上位入賞者の傾向として皆さんやっぱりね、自国のこと、自国の文化について非常に皆さんはっきりしたものを体得してらっしゃる、それを日本と日本の文化と上手にこう比較してね、だからすごく説得力がありましたね。これ皆さん上位の 4,5 名の方皆さんそうでしたね。やっぱりグローバル人材って言われますけど、やっぱり自国のこととまずよく知ってないと、それと比較してどう違うかっていうので初めて、国際的な感覚が、これまた我々の教訓ではありますね、我々にとっての日本人としてはやっぱり日本のことをしっかりしなきゃいけないということだと思いますが、やっぱりそういうことに気づくという意味でも国際交流大変重要だと思うんですけど、実際にじゃあこうやって今国際交流をやってるエリさんからするとこういう風にすると国際交流ってもっとうまくいくのになとか、もっといいのになって思ってありますか？そ
そうですね、まあ、国際交流について まず、異文化を理解しよう、理解するのは大事だと思います。あ、だから違う国に行って留学して、いろいろな体験、いろいろなことを体験して、この、私日本に来て日本の文化に興味があったので、で、いろいろな国から、人が来てお互いの文化体験したら、国際交流は本当に良くなるじゃないかと。実際にね、やってる人から聞くと説得力ありますけど、はい、どうですか小川さん自身は課題をどういうふうに考えてらっしゃる、はい、まず課題はね、これ現状のこの福山の話ですが、はい、まずもっとね、やっぱ若者に参加をしてるし、はい、交流授業を求めるね、それとやはり市民としては留学生を受け入れるイコール、多様な文化を持った方々を受け入れるやっぱり意義についてね、一度こう考えてる、はい、で、おそらくそういうあたりでのまた町づくりで、もう福山は現在、50カ国6300人ぐらいの、外国人登録していらっしゃる方がいらっしゃるわけですから、はい、何らかのね、こういった方々、我々と違った文化歴史を持っていらっしゃる方々を町の活性化の力になっていただきたいなという、はい、やはり思いがありますね。そうですね。ですから、そういう意味では、できれば若い方からお年寄りまで、含めて、交流に参加していただければというふうに思います ね、 そうですね。ちょうど昨年の夏ですけれども、はいはい、JC でありましたね、ありましたね、はい、国際アカデミーということで、はい、非常に多くの方が、はい、福山に来られて、実は学校訪問というプロジェクトもやったんです、はい、その結果やっぱり小学生の子たちがもっと外国語を勉強したいとか、ね、はい、ああいう人たちと交流したいっていう意欲がすごく高まってるんですね。だから英語教育どんどんこうさせなきゃっていうことではなくて、本人たちが学びたくなるような仕組みっていう方が実は重要なんじゃないかと、両方が必要ですよ、ね、だから口先だけの言葉の勉強ではないってことですね、はい、やっぱり相手を理解したいと思って初めて言葉が知りたくなるということですよね。そういう意味では本当にそういう思いを市民の皆さん一人一人に持っていただくっていうのは大変重要だと思うんですが、これまでスピーチコンテストを長く続けてこられてですね、はい、留学生からのこう反響とか、はい、もしくはこう市民の方からの反響なんかっていうのはどういうのがあるんですか。そうですね、昔はですね、留学生の方々は日本で学んだことを母国に持ち帰って母国の、発展に寄与するというスピリットだったんですね、はい、さっき言ったように、これが徐々にやっぱり変わってきまして、はい、皆さん何らかの形で日本で学んだことおよびは日本語、たとえ母国に帰られても日本と関わった仕事、それから日本に残られたら日本で我々と同じ土の上で生きていくという、はい、いう形で、一生日本との関わりを持っていらっしゃると思うんですね。そういう意味ではね、本当は本音を言えばできれば、さっきお話した通り、この地元に定着をしていただければさらに嬉しいなと、はい、でそういった多様な力がまた町づくりの、ね、力になるし、本当、遠いゴールではありますが、さっきお話になったようにこれがやはり世界の平和につながっていくというふうに思ってます、はい、ですからこのスピーチコンテストもですね、初めは皆さんの、成果をね、はい、勉強していただく発表する機会だったんですが、今はもう双方向でお互いに学び合うことに変わってきました、はい、と同時にあまり今まで見えなかったんですが、これ日本の人と外国の留学生なんて、今は実はですね、中国と例えばミャンマーの方だとか、ベトナムとケニアの方々とか、はい、そういうクロスがね、交流が増えてきてるんですよ。留学をハブにして、そうなんですよ、お互いの国同士が、多国間でやれる。そうなんですね。だこれは思わぬね、最近そういう意識が私も出てきました。はい、それ大きいですね、それぞれの理解をした人がまた国に帰って、そうなんです、そこを担うかもしれないです、はいはい、で彼らはね、日本語でコミュニケーションやってる。あ、すごいですね。福山弁でいいですね。でも本当発表会ですね、来年はもっと高校生とか中学生とか、若い方に、ね、たくさんの人に聞きに来てほしいなと思います、思います、はい。そろそろね、お別れの時間が近づいてきましたので、ありがとうとさようならぐらいはちょっと教えていただきましょうか。あ、そうですね、ブルガリア語で、はい、ブルガリア語で、ありがとうはブワゴダリアです。ブワゴダリア、はい、上手ですね。もう
一つ、さよならは。さよならは、ドビジだね。ドビジだね。じゃあみんなでドビジだねって締めましょうか。じゃあ聖兵の皆さん、ドビジだね。ドビジだね。今夜のお客様は外国人留学生を支援する会会長小川久志さんと、第22回外国人留学生による日本語スピーチコンテスト最優秀賞を受賞されましたアンゲロバ・エルカ・アントノバさんでした。はい、すごかったですね。上手でした。あ、それではあっという間の時間でしたけれども、今夜もお相手は小林美明と、アシスタントは平野恵子でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。この番組はコーワグスさん、カネソ22の提供でお送りしました。